を弾いてる時ってレスポールをレスポールに乗っかってる感じがする。この人はなんか一体感がする感じがします。この人じゃないけど、なんかねレスポールとかストラトっていうとこうなんか先人たちが憑依してくれる感じがあるんですけど、まあ、ポール・リード・スミスとか、まあ、こういうモダンなものの良さって割とフラットに、うんうん、こうやって、うんうんうん、自分のプレーというか自分の音色とかをそこに乗っけられるようなそういう感じがあってすごい好きですね僕も。皆さんこんにちは、ボトムズアップギターズの重浦です。そしてギタリストの山口和也さんです。本日のスペシャルゲスト、ギタリスト、作曲家、プロデューサーの井上雄二さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日ありがとうございます。ありがとうございます。井上さんはね、PRS ユーザーで、うん、もう、まあ、そうです。うん、カスタムも使ってらっしゃいますけど、カスタムの22です。うんうん、あの青いやつを、ああ、そうです、うん、ちょっとこだわりがあって22を選んでるんですけど、いいですよね。うん、そう、うん、普通24が多いですもんね。うん、ね、うん、あれはネックグリップは太い方、細い方、あれ多分2種類ある太い方ではないと思います。うん、本当は太い方が好みなんですけどね。なるほど。じゃあ今日いろいろと弾いてもらって、結構太いネックが多かったので、はいはい、そこら辺もちょっと聞いていきたいところですね。 OK です。うん、今日ご紹介しますのはこちら、今ねデジマートマガジンとかいろんな音楽雑誌でも取り上げられてちょっと話題になってます。このね、これはいい、なんて書いてあるかなSC594、ね、これ色が渋い。うん、渋いですよね。ね、うん、見えるかな。ちょっとポールリード多分お持ちのやつはテントップね、木目がいいやつです。あれね、テントップじゃないんです。あ、そうなんですか。木目いいんですけど、うん、なんかまあいろいろ購入するときに、うん、まあいいじゃないですか、めっちゃ、まあ、うんうんうん、よかったんで、テントップですかってもちろん聞いてたら違うと、うんうん、だから、いいや。なんて言ったらいいか、普通のやつです。ああ、なるほど。でもラッキーなことで、うんうんうん、これもノーマルトップ。あ、そうなんですね。うんうん、いや今そんなね、こう目がこうどうだっていうよりもこう自然な方がこうグッときたりとかありますからね。うん、ありますよね。うん、僕もこういう方が好きかな。大人ですね。大人のやつ。うん、俺は下世話に出てるか出てるか。あ、そうなんですか。人それぞれ。ね、はい。SC594 ということで、まあ、SC はシングルカットやつですね。なるほど。うん、今回はまあ594とシングルカットファミリーの系譜をこう紐解いていく回なんですけれども、うん、まあ、お二人もあのシングルカットシェイプ、まあ、ズバリ、うん、いわゆるレスポールはお持ちですよね。まあ、それと引き比べてのね、あの比較っていう話もできるでしょうし、うんうんうん、これだからやっぱりポールリードだからっていうその、うん、まあ、多機能ではないけれども、うん、まあ、ね、進化した洗練されてますよね、うんうんうん、やっぱね、ツールとしての良さがあると思うので、うんうん、じゃあもうね、ユーザーの皆さんも気になるところの弾き心地、サウンドをちょっと、行きたいと思うんですけど、弾いてみてどうでしたか。うん、そうですね、まあ、あの僕はあのモダンイーグルシングルカット貸してもらって、うんうん、ね、自分であの買って弾いてるんですけど、はい、これの方が分厚いコーディングです。結構厚いじゃん、うん、まあ、っていうのもあるのか、もうちょっとこうローエンドがグッと、うん、
レスポールとかに近かったのかな、うんうんうん、動画出てましたよね、出てましたね、はい、うん、でさっきダブルカットの方も聞きましたけど、うん、あれに比べてやっぱそこがしっかりしてるので安心感あるし、うん、やっぱこうシングルトーンに行った時もやっぱこう なんていうか、うん、なんていうかこう2つ出てるような感じ、うん、やっぱダブルトーンというか、うんうん、そういう感覚が若干ありましたね。なるほど、うん、すごく安心感、まあ、慣れ親しんだ感じがありつつもやっぱり弾きやすいので、うんうんうん、今もね最終のところに手当ててますけど、ここまでこれ、うん、裏が、うん、ここね、うんうんうん、ここね、あ、本当だ、あれ四角いっすもんね普通は。そうなんですよ、そうそう、裏側、うんうん、ちょっとしたそれぐらいのことでも違う、ね、全然問題ない。ダブルカット、シングルカット弾きにくいからダブルカット選ぶっていうのは、まあ、別にそんな選択はしなくてもいいかなっていう感じしますね。うん、シングルカットでも全然弾けちゃう感じ、うんうん、そんなに違和感はないし、うん、そう、あとはまあ見た目ぐらいですかね、やっぱ見た目は若干違うんで、まあ、そこで選んでいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱ低音の出方全然違いました。そうですね、うん、しっかりしてほしいよね、うん、こっちの方が好きかな。はい、ネックグリップは太いとか、うん、そうですね、細いとか、これも一番好きなシェイプですね、うん、太すぎない、うん、60ほど薄いなっていう感じはしないし、うんうん、ちょうどいい握り心地、うん、本当に意識しないで握れる、うんうん、感じでしたね。井上さんどうでしたか、うん、弾いてみて。これはですね、そうそうそう、あ、じゃあ持ちますけど、はい、やっぱ今山口さん言われた通り音が厚かった、うん、厚いって厚みの方ね、うんうん、厚くて、でもねレスポールとかとやっぱり違うのはその図太いんだけども、うん、その現代的なバイト感っていうか、はい、レスポールを弾いてる時ってレスポールをレスポールに乗っかってる感じがするんですよ、うん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 、レスポールという歴史あるものに俺が乗っかって弾いてる感じ、すごくでレスポールトーンを出してる感じがするんですよ。この人はなんか一体感がする感じがしますね。この人じゃないけど、うん、なのでそのね、ちゃんとして楽器としてはトーンとして幅広く分厚く極上トーンなんだけど もう無理がない感じがして、うんうん、弾いてて、うんうん、なんかねレスポールとかストラトっていうとこうなんか先人たちが憑依してくれる感じが、うん、あの音をちょっとなんかあちょっと出た、あの音がちょっと出たって言ったらそのフレーズが出てきてしまったりとか、うん、はいはいはい、あるんですけど、まあ、ポール・リード・スミスとか、まあ、こういうモダンなものの良さって割とフラットに、うんうん、こうやって、うんうん、自分のプレーというか自分の音色とかをそこに乗っけられるようなそういう感じがあってすごい好きですね僕も、うん、すごい今ああそうそうって思いました、うん、ありがたいお褒めいただいて、そうそう、いやいやいや、でもそういった部分でそのなんだろうストレスを感じないで済むっていうのって、うん、すごいことだなって思いますよ、うん、やっぱ、ね、何年も弾いてるともう自分のプレイって染み付いてるじゃないですか、うんうん、で手癖だったりなんだりっていう、うんうん、それを初めて触るときにやっぱり弾いてこのギターの具合を確かめるんだけれども、うんうん、そこであこいつはこうだな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 とかっていろいろ分かるじゃないですか、うんうん、弾いてるときそれがあんまり考えないでそのまま指が動いていくとか、はいはい、好きなトーンが出るってとってもすごいことだと思う。でも僕もダブルカットよりもトーンはこっちが好きでした。うん、あそうですか、いい感じのザラつきとピアレス特有のバランスプレゼンスのね、うん、キャリット感と、うん、今のダブルカットはあれですよね、マッカーティー594と比較してということ。あそうですそうです、うん、これのそうですよ、ね、今日弾いたあっちと比べて、うん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 、いやでもね音の引き出しってパッとすぐ井上さん今日出てすごかったですよね。さすがです。いやこの撮影、このトークもね、あと演奏もぶっつけ本番で毎回やってるんですけど、いや本当なんですよ。うん、ね、そうそう。で、まあボトムズアップギターズのこの店に来て、オケを聴いて、うん、じゃあこれで行きましょうってギター持ってさっと弾くっていう、うん、まあ僕はその興奮冷めやらんままこれトークしてるわけですけれども、いやいや、なんかちゃんと気を使ってくれてオケね、前の日に聴いとくなって言ってくれたんだけど、うんうん、いや
もう座ってすごいね、断っちゃうよ断っちゃう、なんかその場にの方が楽しくないな、ね、うん、ね、ほんとプロフェッショナリズムでございます、いやいやそう、で何が言いたかったかっていうと、それにマッチした音色がちゃんと出せる、だから入って持たされて座ってすぐ弾けちゃう、はいはいはい、であの演奏がね、まあもう皆さんすでに動画でご覧になってると思いますが、その演奏がすぐできる、うん、楽器であるっていうのはまあ特筆すべきことかな、うんうん、これちょっとここ挑戦してほしいんだとか、うん、あの弦変えてくれとか、ね、なんかこれもうちょっとピックアップ上げてくれ下げてくれとかね、うん、なかったですね一切ない、そういえば、ね、そういえばなしフォームいじらなかったあ、これでいいじゃんってね、うん、だいい楽器持った時ってそんな感じになりますよね、多分そういうことなんだと思います、うん、何も思わない、聞かれる前に言いますけど、ネックも、うん、好きな感じっす、うん、じゃあ僕手小さいんですけど、すごくね、うん、あのチョーキングとかビブラート結構命なところがあるんじゃないと、うんうんうん、でネックの形とかによってはチョーキングがちょっとあんまりしづらいものとかあったりするんでしょ、ビブラートとか、うん、なんかハイテクの薄ければいいっていうわけでうん、それだと音も薄くなっちゃうしとかね、うん、とっても本当にいいとこだと思う、うんうん、ね、確かに結構やっぱりなんていうの進化してるなっていう、うん、すごいっすね、だって十分進化してる、うん、モダンなギターの代表なのにね、うん、PRS って、うん、どん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 突き詰めてきてるなっていう感じしますよね、うんうん、なかなかそういうブランドって少ないかなと思うんで、はい、やっぱり、うん、おっしゃるとですね、さすがですねっていうやっぱり感じしますね、うん、まあね、1985年からスタートしてもう32年、うん、未だにコツコツと進化を続けてるブランドとして、うん、はいはい、非常に立派ですよね、だからこう焼き回しをしてるブランドじゃないっていうことは、そうそう、うん、まあ本当にファンになっちゃいますね、うん、ちょっとねもうオーナー自ら何になっちゃいますねって何宣言だよいやいやいや、だってねこのブランドが好きでやってるわけだから、ね、まあね、うんうん、それは本当にファンになっちゃいますねちゃんと売ってくださいねちゃんと、はい、あの自分のものにしてねすいませんはい、うん、ね、まあこちらの答えはちょうどギター雑誌にも載ってるそれそのものの答えなので、ね、何マガジン、言っていいのかな、うん、まあ、その雑誌見つけて買っていただいた方が何かマガジンですギターにまつわる何とかマガジン、マガジン、そう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 、あ、何か、まあ、あれかあれしかないあれのしか、うん、はい、うん、それは紙面をチェックいただくとして、そうそう、じゃあサウンドの方チェックしていただきましょうか、はい、はいはい、じゃあ続きもぜひご覧ください、どうぞ、どうぞ。